はい。えっ、ー、とね、気になる記事が出てきました。あというよりも、この記事の前に、あの、分科会の尾身会長がね、再給付を匂わせるのことを、ちょっとお話しされてたんですよね。で、私、それね、なんかの聞き間違いかなと思って、うん、本当かなと思ったんですけども、こうやって記事になるってことは、いよいよ現実味を帯びてきたんではないかなと思うんですよね。それこそね、分科会の尾身会長が、菅総理も、これはね、お金を配って、で、えー、国民には、 あ活動を、ね、抑制ししててもららううこれれかないででですすよよって言っ言たらもうそれで決まりだと思うんですよ今はね、あの、菅総理よりも、尾身会長の方が、結構国民の側に立ってね、いろんな提言してくださってるんですよ。国民の生命を守ろうと。最初は尾身会長もね、なんかヘラヘラした適当な人だったように見えましたけども、やっぱりどっかでね、国民の生命を守りたいっていう意識に駆られたのと、プラス、 うんおそらくですけどもこの政府はだらしねえなっていうところで自分が発言権を増していかないと誰も守れないぞっていうところもあったんじゃないかなと想像するんですよね。で今回の記事なんですけどもヤフーのトップページにありました一番上です10万円の再給付ありえるかっていう風なテーマなんですよもうこれワクワクしますよね。うんで えちょっとね、ポイントとしてまとめられているのが、仮に再給付が決定しても、支給までは相当の時間が見込まれるとの声もあるということですけども、仮に再給付が決定してもってことは、これね、ちょっとそっちの方に動いてきたんじゃないかなと思うんですよね。生活再生融資50万件超、コロナでリーマン時の12倍に、まあ12倍で済んでよかったですよ。まだまだ出てくると思いますよ。新型コロナ給付、助成金など支援まとめということで、今ね、実はね、あのー、 この2020年はとてつもない金額市場に出てるんですよ。この前の動画でもお話ししましたけども自分のところには金も入ってこないぜみたいな人もいると思うんですよ。うんでもだからここら辺の不公平感っていうのが、えー、あの情報を上手に取れる人といわゆるね情報が取りにくい人っていうのがいるんですよ。 だからそれを一刀両断に静寂だって言うつもりはありませんあの積極的に知らせるっていう広報活動してないのも事実なんですよ、ね、で私たちみたいな YouTuber とかインフルエンサーっていう人があのー、こうねコンテンツ作って知らせてるんですけどもそれもまだね皆さんのところに届きにくいんですよだから10万円再給付20万円再給付特別生活金の第2弾を出しましょうみたいなことねええー、YouTube 中心にやってる方は私以外にもいるんですけども全然そこに人が集まってこないんですよ いやあの毎回言いますけども国民全員にお金を配るってことに反対する人っているんですかねでも反対してる方が反対かどうか分かんないけども声を上げて10万円くださいとかって言う人ってあんまりいないんですよどうなっちゃってるんですかね不思議ですよねじゃあ現実世の中でどんなことが起きてるのか見てみましょうかはいモンテローザ都内61店舗閉店ですよ 61店舗ってことは一つの店に関わる従業員さんとか取引先さんとか考えるととてつもない経済効果の損失ですよね居酒屋にとって20時までの営業はもう本当ですよね居酒屋っていうのは20時からですからねだから閉店と一緒なんですよこんなのだから潰れちゃいますよねはい焼肉店倒産去年あ10年で最初の14件コロナ禍の えー、換気能力と一人焼肉が好調ということで焼肉屋はねもともと換気の煙をね外に出す力がすごいのとでも換気してるってことはコロナウイルスが屋外に出てるってことですよねあれちょっと変だぞ換気を高めるってことはそれは外を歩いてる人がコロナウイルスにかかりやすいってことじゃないかえー 室内が安全でも屋外が危険だったら意味ないですよね。だってコロナウイルスって目の前からなくなってもどっかにあるわけでしょ。だから消滅させないといけないんでしょ。あれちょっとこの辺は今更ながら私も気づきましたけども、3密を避けるために換気をするって何の効果があるんだこれ。だって屋内にはね、感染リスクが減っても屋外での感染リスク高まるじゃないですか。で、屋外ではマスクしない人もいるわけでしょ。 吸いまくりじゃないかと思っちゃったりするんですよ。ちょっと外れますけどね。ちょっと元に戻って10万円の再寄付あり得るかの方に行ってみましょうか。こちらの方では続きを読む行くと結構長い記事になるんですよ。あの、長い記事になりますんで詳細は概要欄に貼っときますのでそちらの方をお読みいただきたいと思いますけども。あ、概要欄に貼るのやめとこうかな。あのね、動画の概要欄にこういった外部の URL 貼ると、あの、YouTube がね、あんまり動画として評価してくれないんですよ。 だから YouTube の概要欄には YouTube の URL を貼っとくのがいいらしいんですけどもそうしときましょうかね今回はねえこちらの方に質問がありますよね現在政府が提供する緊急告知資金や総合資金制度は返済時間まで1年の猶予があり一定の所得以上以下であれば返済も免除されますということがありますよねこれ利用されている方も多いと思いますけども あの結局ね、融資じゃダメなんですよ。返してくれっていうお金っていうのは、借りるのためだったりとか、返すことが負担になって、結局ね、しっかりとした需要喚起策にはならないんですよね。だからもうこういう時期にはもらえるっていうのしかないんですよ、選択肢は。えっと、営業の自由の権利をどう捉えるかという観点もあると。慎重な検討が必要です。慎重はいいんですけども、もう慎重をしてる場合じゃないでしょ。もういいじゃないですか、不正があっても。一部なんだから。どんどん出しちゃえばいいんですよ。 こういう時に100%不正がないようにって考えてたらそれこそねあのー、しっかりと受け取るべき人が先に死んでしまいますよそして不正をする人しか生き残んなくなっちゃうんですよだからその辺に気づいてるかなってことですよねでここにテーマがありますよね再びの定額給付金ありえるかってことですよねで私は思いますありえると思うんですよ今までずっとね予算上はないっていうふうに言ってましたけども私はでもねなんとかして捻出して出してくれるとは思ってます 再びの給付金はどううでしょう私がね、出ると思ってるだけで、何の裏付けも証拠もありませんよ。だから、出ることが確実になってから動画作れっていう人もいると思いますけども、違うんですよ。何、うん、なんと言いますかね、うん、なんだろうね、あのね、なんか特別性が給付金の話題を切らさないことだと思うんですよ、結局は。で、これっていうのは、 あの期待する視聴者さんにメッセージを届けてるようであって同時に権力者の方に俺たちは忘れてなないいぞっていうメッセージなんですよねこの辺を受け止めてくれてる人は動画を非常に楽しみにしてくれてると思うんですけどもあの応援してくれてると思うんですけども出出るここととが決まっっっっててかららやれって言ったらずっと出せなないですよこんなのでそれがある意味ね人の希望を奪ってしまって政府への、うん、こういったメッセージも届かないし本当になくなっちゃうんですよ。 だから私がいつも言ってるのはね、出ないをどうやって出るに変えるかってことをみんなでやっていかないといけないときに、その活動してる人に対してね、あの、もう思わせぶりなことはやめろっていう風にして、じゃあやめちゃっていいんですかってことなんですよ。私はやめませんからね。うん。ただね、出そうだよ、出そうだよって言うつもりはありません。前提として、出ないんだよと。出ないから私たちはどうするっていう問いかけ。この一点に対しては、私はね、えー、ずらさないようにしていこうと思います。 出るかもしれないよ、出るかもしれないよって言ってるつもりはありませんし、サムネイルで釣ってることも全然ないと思いますからね。その辺は私もね、慎重にしてるんですよ。もしかしたら出るかも、ビックリマークハテナみたいな、そんな書き方しないからね。もう出ないことが前提ですから、私の動画見に来てる人はわかりますけども。出ないからこそ皆さんのコメントで、あの、どういう風にしていくのか、今の考え方おかしいんだっていう声を集めて、それを私は、権力者の方に届けてるわけなんですよ。 ねその活動ずっと見てくださってると思いますけども、私は皆さんのコメントをね、繰り返し言いますけども、皆さんから来た怒りや憤りとか、あ生活の苦しさっていうコメントすべて届けますからね。そのために動画を出し続けないと、コメント書いてくれないでしょ私が動画出さないと。だから、出ない前提ですよ、と。出ないんだよ、と。出ないからみんなどうするっていうことで、集まった声が、今、こういったね、政治家さんに届いて、 ここまでなってるわけなんですよ。こういう記事が出るほどにね、なってるわけなんですよ。ネットがリアルを動かし続けてるってことなんですよね。はい。というところなんで、サムネイルでね、定額給付金出るかもしれませんみたいなね、そんなのやんないですからね。もう、定額給付金が出ないってことを前提に、じゃあ出ないをどうやったら出るに変えるか、そういう風なエネルギーを持った人が、もっともっと集まってほしいなと思っております。では、失礼します。